秒前。3、2、1。今ここがなびらー、メイクマンビッグホリデーがやってくるゴールデンウィークセールのお知らせです。もうスポンサーじゃないのにもういいですね。バーベキューコンロ2280円、欲しい。これこれ大体1回しか使わないんですよね。これ大体1回やって、もう力尽きるパターン。あ、でも欲しい欲しい。これ安い、2280円でしょ。2280円で網がずれ落ちないスライド設計、約45センチの幅で奥30センチ、高さ70センチ。一応これ組み立てるだけでもちょっとめんどくさい。だけどこれ買おうとすると必ず買わないといけない。ここで儲けが出るんじゃないですか。万能トング320円。結局マーケティングの、 あの分析しなくていいですよ。ちょっとあの人数的に問題だなと思ったら、右上にこうやってほら輪郭誘導で、この角度っていうのがバーベキューの角度がこの角度に輪郭誘導するように計算されてますよね。おー、チラシがね、ここに正三角形が見えるから、正三角形から右に上って9980円。俺1万円切った時で微妙に欲しくなる。アップセール成功でしょ。ああ、ほんとだ。火力2段階調節、大きく使って小さく収納、高さ約103センチ、大人数ステンレス製って。ほらすげえ、ここは鉄だから錆びるってイメージが、もうステンレス製で錆びないからね。ね、何がバーベキューの網も全部こうやって買っていくっていう。ここがだから黄色と赤のところは一個一個キャッチだから、ここはですね、まずテント日差しに合わせて角度が変えられるテント9800円みたいな。おお、ね、もう何がすごいかって、あのラジオではなかなか絵では分かりやすいけど、言葉じゃ分からんっていうこのすごさ。別にラジオのお客さん相手にしてないので伝わってるのはここの2人だけなんじゃないか、ね、俺たち2人しか伝わらんっていうこのカオス。要はいいです、別に伝わらないんですけど。マーケティングの話、あのチラシ、あの角度計算してるんですか本当に。あ、僕全部計算ができるんですよ、チラシの。あ、やっぱ目線とか全部計算ができて、じゃあ、 あの角度的にはうまいんだ。色とかも反対色の使い方とか全部あの右脳的な要素と、あと左脳のロジック、うん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 、だから全部いろんな人の広告関係ホームページランディングページは見たら全部アートになってるんですよ。あ、じゃあこれ割といけてる方ってことです。まあまあできてるっていうか、メイクマン自体がいけてるかどうかの判断になるわけで、うんうんうん、チラシの判断ではないんですよ、うんうんうん、チラシを判断するのではなくて、誰がやってるかが問題であって、うんうんうん、メイクマンがやってることに問題があるんですよ。課題というか注目する値があるんですよ、うんうんうん、メイクマンってフランチャイズの最高域のホームセンターじゃないですか、うんうんうん、そんだけメイクマンの分かります、あのギノワン浦添のとこの新しいメイクマン行ったことありますよね、うんうん、車の回し方、うん、高さ、うん、コインランドリーがある、子供を遊ばす場所がある、ちょっとした食べ物がある、うんうん、そして花壇とかの全部の位置関係、うん、でお店 の、 荷物の引っ越し下ろしから、うん、あ と時々例えばガーデニングしようと思ったら、買った時に車がないので困りますよね、うんうんうん、軽トラ借りるのオートマチックで無料ですよ、うんうん、お全部そういうのが全部2時間まで無料ですよ。へえ、2時間に帰ってきたいんだ、運んでから、帰せば自分の車を置いたまま荷物も置いてきて戻ってくれば、大きいガーデニングの芝とかいろんなの、例えば土のうでも砂利でも買っても、だから DIY できるように全部なってるし、一番最高のマーケティングはその、 荷物の積み下ろしをするところに冷水機が置いてありますよ。こういう冷水機を置けるところまでのサービスが考えられてる、完全なるパーフェクトのワクワク系のメイクマンが作ったチラシに穴があるわけないじゃないですか、うん、すげえ、あの戸口のぼるが絶賛してるメイクマンとかはもう完全に師匠レベルにあるので、要はメイクマンとかのチラシをこうやって開けた時に、なんでこのチラシが4つ折りになってるか分かります。チラシって A4 で作ってる間は一流じゃないですよ。でかいね、そういえばね、レベルが低いんですよ。でっかこれ、チラシっていうのはメイクマンのようにこういう風にでかく作ってジャスコ状態にしないといけないんですよ。このチラシは連合チラシ広告効果っていう計算式がもうすでに出ていて、売り場面積の 20% アップは売り上げの2倍を計算なの予測させるんですよ。だからチラシとか売り場面積は常に大きく 20% 増し、最低っていうか
最目指すは 30% 増し、うん、なんでかっていうと人間は 30% 増しの大きさを感覚的に捉えるととんでもなくでかいって思うんですよ、うん、だからそれを視覚的に教えるために僕は今車6台並べていますけど、うん、僕は車今ランクル屋さんやろうと思ってるんでノーマルタイヤ2インチアップ31から35アンプして4インチアップボディリフトで6インチ最高8インチアップ、うんうん、全部5センチ刻みにボディがどんどん大きくなったりする時の視覚効果を実験的に見せるだけのためにランクル6台買ってます。なるほど、6台だけでも実際にもっと多く見せることができるってことですよね。3割増しなの？3割増しです。大体だから大体ユニクロが何か例えばユニクロみたいなものに対抗するんだったら基本的に 30% の空間を大きくした店舗で横に置かないと負けるんですよ。うーん、戦略的に言うと。だから要はベスト電機より 30% 増しで山田電機は作らないといけないんですよ。結局土地探しってことになるんですけど、広ければいいってわけじゃないですよね、うんうんうん、そしたら拠点になるハブのポイントから の, 精神的な距離と実際の距離とアクセスの帰り の, 時間帯にアクセスできるか。要はホームセンターっていうのは平日空いてるところじゃないといけないとか、うん、なるほどね、うん、空いてるところで荷物の積み下ろしをして1日で帰ってくれる距離じゃないといけない。そういう風なマーケティング、何お客様が何を求めてるかっていうところから空間を制してそれに向けて、まあ、まずはチラシをばらまくと。でこれは連合広告チラシ効果っていうのがあって、チラシには例えば PR 広告、企画チラシ、記事チラシってあるじゃないですか。記事風、記事風だったり手書き風いろいろあるんですけど、最終的に億とか10億とかのレベルの高い次元のところに求めていくと、最終的に連合折り込みチラシっていうのに最終的に行き着くようになってます。このサイズが連合折り込みチラシっていうんですか。僕が連合折り込みチラシっていうのはそもそも A4 ぐらいのチラシにたくさんの広告が載ってるやつ、うんうんうん、だから例えばセミナー系を売るのであれば琉球新報のこんな1センチマスみたいのになんか習い事とかがあってる、うんうん、連合してる広告が連合してるチラシ、うん、ああなるほどなるほど、連合折り込みチラシっていうんですけど、チラシにだからいろんなものが売ってるんで、要は欲しいか欲しくないかというのは時間と空間の問題なんですよ、うんうんうん、要は出会いが空間的にあるのか、うん、時間的にそこで必要性を持っているのか、うんうん、要は欲しいと必要が合致してるかどうかが問題なんで、うんうんうん、エモーショナルマーケティングっていうのは欲しいを必要に変えるっていう手法ではあるんだけど、うんうん、実際潜在的に欲しいっていうものは、うん、目の前に現れた瞬間に売れるわけで、うんうん、だから潜在的に感情的にというよりは潜在的にお客さんが欲しい商品作りかけるその確率論としてのたくさんその場で出会うチャンスを空間で作るっていうのが商売の基本になってくるんですね、うんはい、だからそれを失敗すると戦術で補わないといけなくなるので戦略っていうものは空間戦略と時間的な戦略があって、うん、でその中で目を引くっていう例えば愛玉の法則っていうのがあって、アテンション、インタレスト、アイ、デザイア、アイダ、メモリー、アクションみたいな、うん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 、あれじゃないですか、まあ、ああいうのは、まあ、一応とりあえず目立つっていうアテンションの部分だったり、うん、引き寄せの法則でいうアトラクションの部分だったり、とりあえず売るっていうためには別に究極で言ったらチンチン丸出しで国際通り走ればいいわけだ。究極ですね。究極で言ったら。いや、究極すぎでしょ。いや、ね、それで有名人になったら、ただ一応アテンションで、ね。それで、本気でそこでその道を進んで、目立つことで仕事取れると思ったら、すぐ行けるじゃないですか。まあまあね、まあね。一瞬だけど、それは瞬間最大風速は吹くけど、うん、常時そよ風のような暖かい空気を連れてこないんですよ。だからそういう奇抜なやり方をするのを背の低い高気圧型タイプマーケティングっていうんですよ。要は大陸を冷やすような感じでマーケティングして、うん、で重く空気が大陸が冷えることによって空気が冷やされる、うんうん、冷やされた空気は重くなる、うん、重くなった空気が高気圧を作る、うんうん、だから背の低い高気圧で大陸性高気圧ですね、中国大陸ぐらいに出来上がるんですよ、うんうん、で冬の西高東低の気圧配置になった時に、まあ、簡単に言うと太陽の角度が低くなると、うんうん、エネルギーが弱くなると、うんうん、物質化してる方が強くなるんですよ、うんうん、どういうことかっていうと、冬太陽の高度が低くなるとエネルギー受け取るエネルギーが少なくなりますよね、うんうんうん、人間が受け取るエネルギーが少なくなると、うん、
断熱原理とかまあいろいろあって、あと放射とかいろんなのがあって、要は水は温めやすくて冷えやすいんですよね、うんうんうん、水っていうのは温めやすいけど冷えやすいんですよ、うんうんうん、だけど温めにくくて冷えにくいんですよ、ごめんなさい反対です、水は温めにくいけど冷えにくいですよね、うんうん、水ってあったかいんですよ液体の部分は、だけど固体になると温めやすくて冷えやすい、うんうん、だから夏のアスファルトって裸足で歩けないじゃないですか、暑いよ、夏のアスファルトは裸足で歩けないように、冬のアスファルトは冷たいですよね、うんうん、要は物質化してるものってエネルギーを吸収しやすく放出しやすいんですよ、だから大陸性高気圧っていうのは冬気温が下がった瞬間に大陸は一気に冷え込むわけですよ、うん、で相対的に水は冷え込まないので、うん、太平洋側はある意味低気圧になるわけですね、うん、なんでかっていうと相対的に暖かいので空気が膨張するわけですよ、うんうんうん、空気が膨張するっていうことはエネルギーを外側に出すっていう行為で、うんうん、そうすると膨張することによって密度が下がるので、うんうん、周りの空気より軽くなってそこに低気圧が生まれるっていう、うんうん、だ軽く上昇するんですよ、上昇気流を起こすんですよ、うんうんうん、だから南からの風、南に上昇気流を起こすんですけど、相対的に寒くなると高気圧がさっき言ったように、寒いところに要は高緯度のところ、うん、大陸性になるじゃないですか、だから北風が吹いてしまうんですよ、うん、だから商売は北風吹かしたら儲からないで南風が儲かるので、うん、水を温めるようなマーケティングが必要だっていう大きな大きな地球規模のメタファーがあるわけですよ。ちなみに水を温めるマーケティングでなんかあれ例あります？水っていうのは、うん、物質化してる時に温まるんですけど、エネルギーレベルを上げていくと見えなくなりますよね、うん、実はここに大きなテーマがあって、まあ、万物の根源はタレスであるっていう言ったタレスさんっていう哲学者の話じゃないですけど、うんうん、まあある意味人間がそう考えるのはおかしくなくて、うん、僕たちは血液なので、うんうん、究極で言うと血液じゃないですか、うん、で血液っていうのは水であって液体であって海水であるんですけど、うんうん、そういうその海水の元、ミネラルが入ってない元である水っていうものがここにあると思ってますよね、うん、ミネラルが、じゃあ水があると思ってますよね、うん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 、水がここにあると思って飲んでるじゃないですか、うんうん、これ空ですからね、おうおう、なんでかって言ったら水はないですから、要は水っていうのはそもそも水蒸気だからないじゃないですか、うんうんうん、水っていうのは運動エネルギーを落としていくと水滴になって水になるんですよ、うん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 、水を温めるとエネルギーがエネルギー、鮮熱持ちますよね、うんうん、で水がどん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 エネルギー持って鮮熱っていう自分が持てない量のカロリーを持ってしまうと気化熱に変わるじゃないですか、気化するから、気化するときに莫大なエネルギーを持ったままボンって膨張しますよね、したら素粒子レベルというか分子レベルというか点点点レベルが全部バーンと大きくなってしまうので見えなくなってしまうんですよ、だから氷は物質化してるんで、氷、僕今日のセミナーで南極2万年の氷っていうのをみんなで見ますけど、うん、2万年前の氷を、まあまあ氷なの、とりあえず氷っていうのがその場であると思ってますけど、うん、それは要は氷はあると思ってる氷はないものから生まれてきたっていうことの事実ですよ。おー、これはもうデージレベル高いな、おい、ハンゾーどうしよう、おいなんでなんで今なんと徳地さん、ね、マーケティングからここまでノンストップで今10分間喋ったぜ。10分っていうか、だからこれ当たり前の話なんで。まあまあね、いや聞けば当たり前だけど、うん、これをよどみなくようここまで滑らかに喋ったねっていう。喋ろうとしてるわけじゃなくて、そもそも今日ゾンビが来たから、うん、ゾンビの時に僕チラシのゾンビチラシの先生でしょ。そうそう、マーケティング、マーケティング、それも教えることあるかもしれないですね。うん、うん、チラシの宣伝だし、マーケティングでいろいろ活動してるじゃない、うん、はいはい、だからもう多分沖縄一でしょ。今その沖縄一が昨日ミーティングした結果、うん、マーケティングを捨てることにしました。ああ、まあバッチリじゃない。マーケティング捨てた時点で沖縄一でしょ、じゃあ、うん、自分もマーケティング捨ててるもん。うん、昨日正式に捨てました。そうそうそう、あ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。で、その代わりここからが本題。はい。人はなぜ生まれてきたのかっていうのが今ハマってるらしくて。あ、もう今、もうこっちに行きたいって。僕は人はなぜ生まれてきたのか答えを出すセミナーやるんですよ。マジですか。で、それを、テマさんに言いましたよね。言った言った。で、本人もやりたい。要はもう、こんなのしたいくなってきたって。どうせ一回捨てるんだったらもう。あ、じゃあ。もう、やっぱぶっ飛んでいこうっつって。別に上下関係はないんですけど、僕の弟子入りした方がいいんじゃない。
あの別に基本上下関係はないんですよ。わかるわかる。とりあえず昨日だからその話をしてる時に、戸口さんがなんかそれでやるらしいよって言ってたから、なんかあじゃあまあ明日ラジオあるし遊びに行こうよ。あじゃあそれがその話だった。だからマーケティングの話で、うん、分かれば分かるほどやらないんですよ、うん、あだから分かったってことでしょ。だけど分かるだろうなと思ったのは要は時間の問題だから、うん、入り口が入り口に入ってるから、うん、要は手書きとか手書きじゃない講習してるでしょ、うん、僕のだいたい13年前だから、うんうん、13年前にものやつは時代は繰り返されるので、うん、基本的に手書きのチラシっていうものの本質的ないいことっていうのは、うん、あったかみだとか一生懸命だとか、うん、工夫だとか、うん、その以前にあるチラシを作ってアピールしようという、うん、その気持ちが大事なこと。あなるほどね、まあ、もう気持ちになっちゃうんだね。一番最後は気持ちだから、うん、お客さんに対しての手紙を書くっていう気持ちでチラシを作っていくっていう、うんテクニックの入り口から本質へ向かうための一つの分かりやすさだから。ああ、すげえ、今のいい話。そっか、手書きの気持ちでチラシを作ればいいんだよね、ただね。そう、まあ、もちろん手書きがいい。最終的に手書きがいいっていう意味じゃないんですよ。ね、それぐらい本当にこうあったかみを、うん、こ込めるという。気持ちを込めろという意味のメタファーだから、ブログを書いていくと、なんだろう、だんだんね、なんか、抽象的になっていくんですよ。メタファーだから。そう、うん。もう絶対こっちに来るしかないから。そう、もう行っちゃうんだよね、だからね。あれと思って、だから、でも。悔しいけど、ここに引っ張られてしまうんですよ。ね、具体的に教えなきゃ伝わんないんじゃないかと思っててやるんだけど、なんかどんどん。具体的にすればするほど下に行くんですよ。うん。要は、法説反順序っていう宇宙の法則が働いているので、うん、どういうことかっていうと、はい、生物ってやると、うんあの動物植物って分かれるじゃないですか。あ、はいはいはい、動物ってやると、はいはい、哺乳類、哺乳類じゃない爬虫類、両生類、鳥類って分かれてるじゃないですか。はいはい、ごめんなさい、ちょっとあのごめんだけど面白いと思う。爬乳類は俺は爬乳類はすごく好き。爬乳類ね。爬乳類なんだろう、すごく好きだ。爬乳類。アニュー類ね。すいません、ちょっともうスルーできなかったので。あ、じゃあ一応もうあのテキストも出来上がったので。なんでテキストって第1号2号で見ます。あ、見たい。あの今回僕テキスト作ってるのにやっとテキストができて、ほら最初に法説反順序の定義から こっから入るわけ。法説反順序の定義から入って、僕もね法説反順序、もし勉強するときに神が存在する場合、存在しない場合、何々の場合で考えてみよう。こっから入り口。で、自然が作る人がいて、うん、人が作る人がいる、うん。自然が作る人っていうのは、右脳が作る人、うん。人が作る人は左脳が作る人です。あ、そういう、あ、自然が右脳 で人が左脳。元号は Y 分の A、1たす=2、自発的に総念いくっていう式があるので、これ教えますね。やばいこれ。で、まず、脳波の使い方と自分自身と真実とイエスの言葉、宗教的な解釈から勉強が始まって。なんか頭良くなる予感だよ、これ。左脳からどうやって空眼、中眼、下眼っていうのをどうやって持っていくかのテキストもできて、まず、何を売る、どうやって売る、なぜ売るっていうの色で、色分析。SVO でやるんだ、面白い。で、あと、空っていうのは自我を取り除いてやるんですよっていうのから、まずあの死、なぜ死ぬっていうのを時間と宇宙の空間の法則を勉強して、どうやって流行りを起こすかっていうイノベーション理論を説明。そこに対して、まずあの人を騙すインターフェース方式の理屈と、まず無意識と意識処理の仕組み。あと機能と重要性のデザインっていうパッケージングの仕方と、脳からあの自分の洗脳を解く方法。そしてあの光を受け取るような睡眠術まで持っていくアルファトランスの、自己実現マイペント、年収1億円が必要で同行するっていう思考法を全部こうやってもう面白い、すげえできちゃったんだ。何のテキスト、タイトルは何というテキスト。もう天才、タイトルはもう、まあ、天才なのテキストですよね、もうね。要は天才脳の作り方、天才脳の作り方。いやそもそもあの狙ってる金額が100億とかではないんですよ。だから波動的に話が合わないから、あの要はメタファーが高いじゃないですか、うん、僕がやろうとしてるのは国防マーケティングなんで、国防国を守るってか、うん、国防を曲げるんだけど、その上に地球を守るまでの地球防衛本部を、うん、屋那覇島に作るっていう、あ8億円で買って、
一応宇宙開発もするので、お、うん、で要は何かっていうと、最終的に海水の問題になるんですよ。人間は水ですから。うん、もう一回言いましたよ、人間は水ですよね、うん、水、はいはい、最終的に全部水に行くんですよ。 ビタミンとかいろんなこととかアロマとかどうでもいいんですよ、うん、最後は最後は水に行くんですよ、うんうんうん、なんでかって水から生まれてきてるから、うんうん、水に行くじゃないですか、うん、で一番いい水の栄養がある水が海底何百メーターの人どこの深層水とこにあるんですよ、うんうんうん、で深層水っていうのは表面の風とかで、よく計算式があるんですけど、風風速のうねりがありますよね、うんうんうん、大きな津波とかの うねりの大きさの、うん、うねりの大きさの波長の2分の1の、うん、波長の2分の1の深さまでしか海底にかく乱の運動を起こさないっていう方程式があって、要はなんかこの混ざってない、混ざってない感じ、海底でかく乱が起こらないんですよ。だからそれがまあ震度約層っていうのを超えて、あるラインから要はその島の浅里っていう、このポイントの水はもう何万年も前から動いてないっていうのが分かる、冷えてるところがあって、こそはここには珪酸塩鉱物の死骸がいっぱいあるんですよ。珪素、珪酸塩っていうのは SiO2 を作る石英っていう水晶の元になるガラス質のものなんで、はいはい、うんうん、その細かいものがたくさん南泥っていうところに入っていて、その南泥はよくくちゃって言われてて、肌とかにいってミネラルの泥パックとかやってる南泥ですね。僕あれ大学で拾いに行っていく地質学者やってたんで、僕あれ研究してたんですよ。あの中にたくさんのミネラルが入ってて、その付近にある海水は要は、まあ、例えば水マグネシウムにしてもいろんなナトリウムにしてもいいんですよ、体に。あれを売った方が儲かるんですよ、簡単に言うと。一番最後に海洋深層水ってあってます、うん、のことよね。海洋深層水ですけど、また海洋深層水にも質があるじゃないですか。一番質がいいのは親潮と黒潮がぶつかるところって決まってるんですよ。そこってプランクトンが発生するから、うん、ちっちゃい魚がいっぱい来て、それを食べに来る大きな魚がいてっていう風になってるんで、その流れが沈殿するような近くの太平洋側の海で言ったら、沖縄で言ったら柳葉島ぐらいですよ。その柳葉島の海水が質がいいから、とっても、うんうん、それを海水用水素水で引っ張りたいんだけど、うん、それをいろいろやると船とか基地とか行くとお金かかるでしょ、うんうん、だからお金かかるから、柳葉島っていうのは8億円、あ、ごめん、値段は言っちゃいけないんだけど、まあ、もう遅い、もう遅い。要はそこに穴掘って、まあそこはプレートテクトニクスっていうのがあって、そこは毎年数センチずつ地殻、まあリソスフェア、うん、リソスフェアっていう地殻が動いてるわけですよ。要は玄武岩石、玄武岩質岩石、塩基性岩石があって、まあ密度 2.7 ぐらいのところの岩石、うん、でその上に花崗岩っていうね、花崗岩は密度、あ、下は 3.0 か、花崗岩は 2.7 で、うんうん、下の岩石ほど密度が高くて重くて硬くて、玄武岩って言ったら月の岩石と一緒ですね。まあ、月の岩石っていうのがだから、そもそもの原始地殻であるわけで、造山運動によって花崗岩っていう御影石とか最終的にそこまで作って石が山になるんですけど、うんうん、で結局生物性岩石で言ったら、サンゴ礁起源の、CACO3 である崩壊石の集合体の大理石、うん、それが一番高級じゃないですか。ですか言われても、まあ、大理石高級ですよね。大高級、高級。大理石バーナーで焼いたら結晶質石灰岩っていうのになって、あれがあるですよ、お墓とかに使われるやつですよ。すっごい綺麗な模様の石がありますよね、大理石。あれはあれを、要は、バーってバーナーで焼いて、熱変性作用っていうのをやって、それを、高級の石にするんですよ。その石がなんでできてるかっていうと、ダーウィンの進化論をわからないといけないんですけど、うんうん、要は島がプレートテクトニクスで、海嶺で生まれたマグマが冷やされながらマントルの対流に乗って海溝に沈む時の歪みのエネルギーが地震なんですよ。うんうんうん、だから、柳葉島に地震の感知センターを作ろうっていうのを前から僕は計算してたのに、遅いんですよ。要は地震は必ず起こるんですよ。うんうんうん、なんでかって言ったらベルトコンベア式に海嶺に沈むやつとぶつかるとこの歪みの反発だから、エネルギーの蓄積と発散じゃないですか。だから必ず地震は起こるから、起こる地震に対してどうするって考え方をしてないといけなくて、地震が起きたらどうするって、起こるに決まってるだろバカみたいな。だ、起こるっていうのを前提で考えていかないといけないから、起こる、だけど起こるからって何百年単位に一度だから、そこに住まないってわけにもいかないわけですよ。
だから地震が起こることを前提にしたインフラ整備をしないといけなくて、うんうん、そのインフラ整備はどうやってやるかって言ったら結局は道路を大きく作ること、おシンプルに、まあ、これはのそのいろんな輸送とか輸送とかいろんなのために道で、ね、とりあえず徹底的に道路を大きくきちっと交通網をインフラを完全にしとくこと、これフェイルセーフって言うんですよ。こけても安全っていうフェイルセーフ、フェイルセーフって言うんだ、失敗前提で作るから。なるほど、ね、フェイルセーフのインフラを引いてそれをどうするかで、僕はそこに沖縄に何かあった時のために全てを解決するために沖縄中にランクルを集めようと、あ有事の時にランクルっていうのはもう命を運ぶ車なんで、何かあった時にすぐ何にでも使えるんですよ、うん、まあ、そういうメッセージを込めた商売のマーケティングをやっていく、うん、そんな感じですよ。そうだけどその土台である、要は愛みたいなものですよね、うんうんうん、本質的な愛みたいなもの、そういうことをきちっとできないのに商売とかに走っていくのが問題が起きるから、最終的に愛の決済をしないといけないじゃないですか、ビジネスとか人生。愛の決済っていいですね、今日いい言葉だね。愛の決済をしていけるような商売とか経済活動をしていかないといけないから、だからそれを文句言うエネルギーではなくて、できる人たちで集まって、うんうん、まずコミュニティ作りを大切に、うん、でそれぞれの持ってるエネルギーを買ったり売ったりしながら、うんうん、自分のものにしていく、でそれで売りつけるというよりは欲しい人がちゃんと見つけて買えるようなマーケティングを目指す。だから僕はもう基本的に売るっていう方法は何に乗せて売るかっていうところにあって、最終的にテレビ使うのが早いから、うんうんうん、もう一番テレビ使った方が早いのはもう実証済みで、マクドナルドとかスキヤとかローソンとか売れてるものっていうものは全部テレビを使ってるので、媒体確かにフェイスブックも使ってますしホームページも使ってますけど、テレビは使ってますよねっていうことで、テレビっていうのは外せないんですけど、例えばテレビの広告で普天間つとむを県知事にしましょうってアピールが法的にいいかどうかは問題なのと、あと一個テレビで宣伝するから票が入るかも問題ですよね。テレビで宣伝するような人の票を入れたくないかもしれないし、っていうことは一番一票取るためには普天間つとむを好きっていう人がいて、私は入れますよ、あなたも入れたら、これが一番いいんですよ。理由は関係ないんですよ。マーケティングっていうのは理由が関係ないところまで持っていくことで、マーケティングの最終的な目標はもう売らずでも売れる状態じゃないですか。マーケティングを捨てるっていうことはマーケティングなしに売ることを考えてるんで、もう一流になっちゃうわけですよ。いやー、手よ手よ手よ。あ、本当本当本当です。なんで僕散々チラシで何十億稼いでて使う、だからなんでチラシ講座しないんですかっていう人いますけど、もうそこにいないので、だけどそれが悪いとかじゃないですよ、うんうん、要は通ってこないといけない道で、うんうん、一番手軽なのはチラシ作りなので、うんうんうん、僕のセミナーの中の最終的に最初に自分のチラシを作るっていうのは卒業論文にあります。お、自分のチラシをね、自分のチラシを自分で1枚 A4 で作ってマインドマップで説明できないと売り込めないじゃないですか。そういう自分で考えて、だけどマインドマップのいいところっていうのは作った時点で次の日また新しいのが作れるっていうスピード感なんですよ。早いじゃないですか、うん、すぐやり直しが効くから、アナログの中で最強に早いツールなんで、失敗前提のツール、フェイルセーフです。マインドマップ自体もフェイルセーフ、なんでかって言ったら破って捨てればいいじゃないですか、うん、だけどパソコンとかいろんなもので作っていって試すと、要はアウトプットのないインプットっていうのはしょうがないので、うん、だけどアウトプットするときにチラシも作っても実際はお金かけて新聞に織り込まないとフィードバックを得ないから意味がないじゃないですか。一つ的に作るという目的は達成されても、それに対してのイベントとフィードバック、それに対してのアジャストがないとサクセスには通じないので、アウトプットしようとするとお金がかかりますよね。だそうするとまた地団打踏んでしまう、時短で踏んでしまうときにどうすればいいか。だけどアウトプットせずしてフィードバックを得ないので、要はセミナーの中でみんなに発表するとタダでできる、うん、こういうことです。あ、そういえば徳さん、ちょっと聞いていい、そういえば、はい、今はもうマインドマップで思い出したけど、そういえば徳さん全然このパソコン触ってるイメージが全然ないんだけど、もう全然触らないんですか？触ってますよ、フェイスブックはパソコンで書いてるので。ああ、そうかそうか、パソコンでやってんだ。
あ、僕あのあれができないんですよ。ピピ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 ピ。フリック入力が。うん、クイック入力できないんですよ。全部パソコンでやったね、いつも。あれ、僕はあの絵文字だけしかねコメントしないのは、携帯はあの一行以上書けないんですよ。ああ、だからか。はい。Facebook はあの別にツールじゃないので、うんうんうん、今のつながってるツールなだけなので、うん、いいんですけど、もし Facebook っていうよりは Facebook も古くなったら乗り物変えないといけないから、うんうん、あまり深く関わってないというか、うん、なるほどね。で、地域密着型ビジネスに移行しているので、うんうん、要はインターネット系のビジネスは大手にかなわないんですよ、うんうん、例えばインターネットを使った商売で物販をしようとすると、うんうん、結局ネット上のあのジャスコがあるわけで、うん、ネット上にもジャスコがありますよね。アマゾンみたいな巨大、うん、余計に巨大なジャスコがあるわけだから、そこでニッチなものを売ろうと思ったら相当ニッチじゃないと、うん、アマゾンで売ってるものを、うん、自分で同じものを売って儲けようなんてできます？うん、なるほど。無理ですよね。届けてくれるんですよ、アマゾンって。うんうん、僕今回扇風機6個買いました、アマゾンで。また面白い買い物するね。扇風機6個持ってきてくれるんですよ。ああ、そっかそっか。扇風機6個自分で買ったら車に積んで持ってくるの大変じゃないですか。そっかそっかそっか。で、アマゾンって無料で配達してくれるんですよ。買うのが決まってたら、僕セミナー室暑いじゃないですか、うん、クーラー入れるのめんどくさいから扇風機6個買ったんですよ。あのマギーの大型ですね。あ、大きいの2つ全部で8個。あ、8個も扇風機回してたら暑くないでしょ、うん、今2つありますよ。だからでクーラー入れようかなと思ったんですけど、150万とか200万かかるじゃないですか、クーラー。だけどそもそももうあのユニオンの隣に申し込みしてるんで、引っ越しするところにクーラー入れないですよね。ユニオンの回転寿司があったところありますよね。あそこも申し込みしてあるんですよ、セミナー室で。だから、2人に貸せますよ。あっちはあっちで使うんですか？あっちはあっちでただの倉庫にします。ああ、倉庫に戻す。返しますね、多分。返す。うん。あ、使います？いやいや、じゃなくて、せっかく上徳仕上げたからどうなるのかなと思って。あれ全部バラせるように作ってあるから。あらかじめ。またあっちでじゃあ。うん、あらかじめ全部バラせるように作って。僕、アイランドクラブの会社も全部ボルトでバラせますよ。なるほどね。で、全部こう移動できるようにもうなってるんだ。もう最初からバラして移動する準備、1億で作った建物全部鉄骨溶接されてないんで、ボルトでバラして運べますよ。もうそれ前提でやってたわけね。うん、なんで、現状回復するときに、吉本壊してたじゃないですか。めっちゃお金もったいないけど、あんだけ無駄遣いするんだと思って儲かってるから。あれ僕だったら全部、そのままバラせるようにしときますけど、多分、国際通りに持っていったんですかね。うん。だけど、吉本とか僕相手にならないですよ、多分。今、沖縄の人の力集結させたら。沖縄って、本気になったら、中央に勝てるのは、地理的に狭いんですよ、うんうんうん、地理的に狭いっていうところがデメリットと考えてる人多いですけど、うん、沖縄の人はみんなが近づけば近づくほど信頼関係で結ばれていって、うんうん、要はここに住んでるっていうこと自体だけで逃げられないって思うじゃないですか、うんうんうん、だからある程度例えば沖縄に住んで5年になる10年になる子供がいて小学生と中学生がいる周りの友達とかに全部つながりますよね、うんうん、だから、ゴヤさんの知り合いとかで、ゴヤさんの知り合いの小学校の友達とか、高校の友達とか、絶対に3年付き合い始めると出てくるんですよ、うんうんうん。必ず出てくるじゃないですか。特に、有名な人、うん。有名な人っていうのはどういうことかって言ったら、お金持ってる人、うんうんうん。お金持ってる人、稼ぐ人っていうのは必ずぶつかるわけですよ。うんうん、だけど、沖縄で商売してる人で、変な稼ぎ方人にぶつかると必ず悪評が立ちますよね。うんうん、あの人詐欺師だよってバレるんですよ。うんうん、沖縄は。沖縄はそういう意味で政府ネットが入ってる、貼られてる県なんですよ。だから沖縄は成功法として正直に商売をし続けて、上を見ておくっていうか、社会奉仕とか社会貢献、自己実現、他者貢献っていうものを真剣に貫くっていうのがマーケティングですよ。もうこれだけで一番になっちゃう、沖縄は。で、さっきの島なんか石灰岩だから全部掘っていっても崩れないじゃないですか。
あのサンゴっていうのは20メーターぐらいまでの光しか届かないんですよ。だから深いところはサンゴは死んじゃうわけですね、うん、あれ植物の側面持つから、うんうん、だから植物である、あ、例えば島がありますよね、うん、島があったら周りにこうやってサンゴ礁があるじゃないですか、こうやって、うんうん、でそれが沈むと周りのサンゴ礁がファッと上がりますよね。パッ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 と上がってきて島の先っぽが沈んで、まあ、こうなったのがあの干渉ってやつですよ。和の、なるほどなるほど。あれ、ま、あのその中心、あれは遠隔、ええあの縁みたいな感じで真ん中にはあの乳首があったんですよ。陥没してるんですよ。なるほど。だからあそこ下全部石灰岩じゃないですか。あの CM お願いします。どうぞ。CM です。すげえ、もう、ね、もう息継ぎなしかよ。無呼吸連打だよな。デイジすごい、もう安心、息継ぎしないってあるんだ。いや今からセミナーですよ僕の。アイドリングしてるけど飛ばしすぎだよもう、うん、すごいな。独演会っていうか、だから、大学のあの講義聞いてるみたい。大学のね、講義聞いてるみたい。いや違う違う、マーケティングの話してるんですよ、うん、あのでも要はあの入ったら大変じゃないですか、ゾンビが、うん、入ったらどこに、いやチームに入ってきたらいいから引っ張ろうとしてるんじゃないですか。そうそう、チーム、うん、あの、あ、そうなんだ。すげえ、見て見て徳さん、なんかその前に、なんかそろそろ番組開きます。本当だ、すげえ、CM 開きます。なんかマーケティング今ここ花びら、感動しましたって。え、何さんなんて書いてある、なんて読む、マシャさん、マシャさん、はい、感動しました。俺もマーケティング勉強してます。このテキストはどうやったら見れるのでしょうかって。これテキスト今日の朝出来上がったのでまだあのまだね、下ろしてないんだよね、まだね下ろしてなくて、今日も特別に今喋ったもんね。7月これ綺麗でしょ、かっこいい、これ全部手書きだもんね。僕が作った大脳新品質大脳変形系、これ覚え方とかも記憶のメカニズムであるから、これ円錐鏡、中脳、肝脳、大脳辺縁系、大脳新皮質なんですよ、うんうん、全部頭文字取って液地下変身で覚える、液地下変身。だからあのルーズソックス履いた女子高生が階段を降りていきます、うんうん、してその中でピュってロッカーを取ってバニーちゃんの服つけて液地下変身、イメージつきますよね。これがイメージ記憶だから、液地下変身っていう今イメージをつけますよね、はいはい、そのバニーちゃんのおっぱいは何色でしたか。乳首ピンク、ピンクっていう風に自分で自発的にやったら記憶力は増すんですよ。あ、なるほどね、うん、だから聞いてるだけじゃなくて、その女の子の乳首は何色ですかって言って、はい、ハンゾピンクですか。ピンクのイメージちゃんとした。乳輪は何センチぐらい。2センチぐらい。2センチぐらいだから半径なの、直径なの。半径、半径、半径2センチだったら面積を求めよう。2×2×3.14、 はい、2が4、14ぐらいだね。 14 平方センチ乳首でいいの。パイはダメですか。あ、パイでもいいよ。あ、こういう風なゆとり教育なんだよね。そう、これゆとり教育、これゆとり教育してないで見たよ。4パイです。なんで今ゆとり教育だよ。今の見た、半径2センチの乳首は4パイって。おっぱいだけに面白いけどね。4杯。え、これパイってどっから小学校が出てきた。じゃあさ、いや、小学校の時 3.14 でしたでよね、はい、じゃあ、いや、あの半径だけど、はい、普通の女の人っておっぱい半径6センチぐらい、はい、6ある。5センチぐらい。5、まあ5か6でしょうね。まあ5センチだとするさ、じゃあ彼女のおっぱいの片方の面積は25杯。おっぱいの面積が25杯。パイパイっておかしくない。ちゃんと計算しようよ、誤解を招くから。もう混乱するから、おっぱいにパイつけたら分からなくなる、ね、おっぱいにパイつけない。そうそうそう、 3.14 で 3.14 でちゃんと計算しないとダメだよ。まあそういうので円錐鏡、中脳、肝脳、大脳変形、大脳進出って覚えるんですよ。こういう風に語呂合わせから覚えるっていう記憶方法、うん、アタッチメント記憶っていうので、分かりやすいあのイメージにしとか、文字に1文字ずつ覚えていくわけですよ。だから例えば、地球の表面は、対流圏、一番上に、うん、あの地上から10キロ、対流圏、その次、
成層圏、うん、オゾン層とかがある。で中間圏、うん、熱圏、うん、外気圏って言って宇宙に行くんですよ、うん、ほら大雪で中ねってなってるんですよ。対流圏、成層圏、再生中、電離層で中間圏ね、大切でちゅねって覚えたら覚えやすいですよね。あーな、こんなして楽しくしたらなんか勉強は面白いから成績伸びるね。だから僕沖縄ナンバーワンの予備校講師だったって言ったじゃないですか。すげえ。僕代々木とか与ゼミとかあの辺のレベルにいないですよ。あ、全部入れての予備校でトップだったんですよ。沖縄のトップだったんじゃないですよ。全部の予備校でトップだった、日本でトップだったんですよ。もう徳さん今与ゼミにいたら今でも多分やってますよ。あっち、あの自分のいた時の与ゼミの先生って、はい、本当に1億円プレイヤーとかいましたよ。僕1億円プレイヤーぐらいですってば。だから沖縄の7つの予備校で僕が6つの学科6つ持ってたんですよ。ああそっかそっか。確率統計とか月火水木金なんだよね。月火水木金って別の予備校行ってた。全部の予備校の先生に生徒が行かないから僕雇う以外なかったんですよ、うん、沖縄中で。あ、なるほどね。確率統計も教えてたんだ。確率統計は僕以外から習う人いなかったんです沖縄中で。なんで僕が教える方がなんていうんですか、休養高校の数学の先生とか、うん、開放高校の数学の先生とか、僕あんな下手くそと思ってたから、うん、全然下手くそです。あの辺の小学院の数学とか全然役立たない、分かってない。これあれ、うん、教え方が上手い人いると楽しくなるもんね、勉強ってね。楽しくなる。だから解けるからね。一番教え方が上手いのの基本は、うん、面白いです、面白いですだから、うんうんうん、面白くない先生の時点でアウトだから、うん、そうなんですよね。面白くない人から勉強聞きたくないから究極一番面白さがない教育はダメ。あ、徳さんこれなんかね、俺も最初こう面白くないの嫌だったからっつって、うん、で後からすごいなんつうの見方があって、うん、面白くない授業にはちゃんとメリットがあると、はい、忍耐力を鍛えるって。あーいるー。そう、忍耐力を鍛えるためにああいうのあるって。引用ですね。そう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 、ダメな部分のポジティブ鍛えるよ。そうそうそう、で面白くない中でダメな部分のポジティブ探し。そう、それはあーどれも最初今のはですね、うん、普天間さんの合気道的なコーチングの先生の、うん、コーチングの仕事してるじゃないですか、はいはいはい、コーチングで一番才能がある人ってネガティブの中のポジティブ探すのが上手い人なんですよ。なるほどね。ね、面白くない授業のメリットって忍耐力を鍛えることなんですよね。確かに。だけど時間の無駄なんで僕帰ります。まあただ仕方ないですよね。単位を取って医者にならないといけないとかね。そういうのは仕方がない。うん、なんか来てますよ。何来てるけど参加する気なしで。なんかちょっとなんか寝起きっぽくない？小川さん。違う。今いるっていう体じゃない。あ、そうなの。空気。今空気入ったけどね。まあそういうのでテキストも完成して、ユニオンも後でフェイスブックにアップしますけど、けどもめんどくさくて土地探すのが、うん、もう中城で300坪買うところ決めたのでちょっと交渉してきます。もう、うん、下中城ですか、うん、下の中城。今日僕とドライブします。やばいところですよ。いいところ、いいというか、ランクルじゃないといかないんじゃないですかね。あ、なるほどね。中城のところ要はもう僕たち車1人5台も10台も持つようになるなと思ったんで、車庫証明取るのめんどくさいじゃないですか。あ、なるほどね。そう僕も地域によっていらないからね。車1人で20台ぐらい持ってるんですよ。まあ今10台ぐらい売ったけど、20台の車庫証明だけでいくら払ってるからみたいな。あ、そっか。あ、じゃあもう中古すくがいいね。じゃあね、本当にね、うん、だけど土地も結局要はもうマーケティングが完成してるんですけど、人呼べる営業力がある人20人ぐらい呼べば、うんうん、誰かが土地買うんだったらそこに乗るか、もうだから僕がもう真っ先に土地買うのが早いのは土地も見続けて探し続けてるから、うん、最初に500、要は駐車場が100台ないところで何かできます、うん、最低限駐車場から考えないでマーケティングやってるってバカですよ、うん、100台駐車場止まらないところで商売やります、うん、駐車場がないところで商売できないじゃないですか、うん、特に沖縄なんかね。だから100台の駐車場確保しようと思ったら、簡単に言ったら50台の店舗用と50台のアパート用を合体させて100台にするんですよ、うんうんうん、そしたら昼間仕事に出てるから100台空くじゃないですか、うん、
夜戻ってくる人たちで、夜だけの一日中止める人は駐車料は別にするとか考えて、要は時間で止めてるように、時間でいくらって払うようにして、あ、安くしてじゃしてあげるわけね。うん、そうしたら平等じゃないですか。要はシェアすべきところは駐車場です、商売で。確かに商売上シェアしてみんなが強くなれるのは究極駐車場なんですよ、うん、だからライカムとかみんなで使う駐車場だから儲かるに決まってるじゃないですか、デポとか。だからなんかバークレーとかあっちいい感じですよね。もうなんか全部平屋じゃないですか、建物が。だから全部儲かる。だからそこで儲からないやつはそもそも商品力がないから、なんか上原さんが言いたくなって、何バークレーのバークレーに物申す。いや違うな、バークレーってまだ未だに潰れてる店舗がないですよね。あ、分からない、行ったことない。もうあカレー屋さんと二南分ずち食べに行くのと、あ、一個だけ寿司屋だけ潰れた。だけど入れ替わったから潰れたのが、寿司屋はさ良かったんだけど、バークレーのバークレーの寿司屋良かったんだけど、やっぱり回転率が悪いんじゃない。今の寿司屋スシローに変わったんだ、ね、そうその前があったけど、その前も寿司屋あったけど、そっちも潰れちゃって。前の寿司屋は人が使ってた、人を使うシステムだった。そうそう、回ってなかったんです、あっちの寿司屋、手前しか回ってないから。要は寿司は今人件費で差が出るって決まってるから、計算上ね、計算上人件費にやられるって分かってる寿司屋に人を介入させた時点で戦略ミスだから、人を雇わないようにしない寿司屋は難しいじゃないですか。で沖縄に対して高級寿司をするんだったら場所のセッティングとして松山以外考えられないですよね。雲地とか、雲地とかね、もう駐車場がない。バークレーで寿司無理っすよ。で今だ寿司ローなってからもう今無理っすっすよ。無理っすし。これ今のはダメです。ダメなやつです。アウト。特地のボールアウト。まあ、たまには失敗もね。フェールあれですね。まあ、上原さんがテールトゥーノーズでついてくるから。テールトゥーノーズで来るさ、ちょっとだけ滑っただけで、今ちょっとスピード出しすぎてるよみたいな、ね、だからね、結構空気抵抗は煽るよね。スシロー行ったことないけど、徳さん行ったの？まだ行ってない。スシローは2回ぐらいだけど、僕はくら寿司が一番だと思うな。でもスシローが一番なんですよ、全国で。あ、そうなの、なんかスシローとはま寿司と、もう一個何でしたっけ、くら寿司。スシローが好きな友達はパフェが美味しいって。パフェ。お菓子はスシローにかなわないって言ってた、デザートは。まずその強みがあるわけですね。僕はくら寿司の無添加っていうのには譲れないんですよね。無添加は譲れない。あと、ガチャガチャがあるのがいい。この遊び心が、ね。くら寿司ってどこにあります？なんかあんまり。スシローとハマー寿司は目立ってるからあるけど、あ、それは模様体不活系ですよ。あ、まだ見えてないんか。ラスか。じゃあ今だ見えてないかもしれんね。ラス、なんか寿司イコールハマ寿司っていうのはちょっと今現時点で強いから。ハマ寿司が展開したからね。ね、一気に増やしたさ。てきたから。あ、そっかそっか。ハマ寿司がまあ先行者利益を持ってるんじゃないですか。かな。頭の最初に滑り込んだファーストインパクトだから。そう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 、あ、そっかそっか。要は心理学でいうプライマリー効果っていうのが働いてるので。完全にこうちょっとその辺をもう。はじ、い、初序幕破られたのはハマ寿司だったよみたいな。初序幕破ったのはハマ寿司だった。ね、他の人が次の人が破れないからね、絶対、物理的にね。ハマ寿司で初序幕破られた人いっぱいいると思いますよ。あ、自分もあれです。ハマ寿司破られ。ハマ寿司破られ。僕めっちゃ血が出ましたからね。なんで女の人どういう意味ね、ハマ寿司でなんで血出たの。いや僕結構内地に行ってたから寿司、回転寿司系はやりまくってたんですよ。だけど沖縄の地元でまさかはま寿司にもう一回ほかされるとは思わなかった。あ、徳石さんでもやられたと思ったんだ。少女じゃないのに血が出てた。だからちょっとアメリカ人系。あ、ちょっと太すぎた。太い。太くて長かった。太くて長いから子宮に当たった。 なるほどね。なんで処女それが気持ちいいかどうかは別ですよ。別、とりあえずそれぐらいインパクトがあったってことですね。インパクトがあった、すごいな。濡れる前に突っ込まれた。結構痛いね。痛い。準備これそら出るわ、血も出るわ。血が出てました。でも本当にこれファーストインパクトじゃないけど、あれのせいか分からんけど、タッチパネルになれるよね。タッチパネルが衝撃だったから。で、だからもう結構行ったから、要は今、タッチパネルのビデオもびっくりしないじゃないですか。
だからあそこでなんか刷り込まれたのがなんかタッチパネル普通っていう。だけど僕タッチパネルを沖縄最初に入れた喫茶店どこか知ってますよ。え、喫茶店、普天間神宮の隣。え、普天間神宮の隣の2階のあの喫茶店初めてタッチパネル入れてたんだ。普天間神宮の隣の吉本興業が学校やってたの向かい。あ、ホストーネ、フェストーネ、J、 フェストーネは下だから F、 F、 FF、 まさかや、 F、 F、 あっち、うん、フェラチオの F？ あの、トキさん、強引すぎる。もうちょっと、前振り入れてだったのか、いきなり、いきなり F で、あれって。フェラがもう、小学生で、小学生で。ファンタスティックの F ね。何の F か分からんけど、一応は、オーナー。フラの F？ オーナーの F です。オーナーの名前の。フラ？オーナー？あ、フラじゃなくてオーナー。オーナー。お、フラっていう有名な人ですか？あれはオーナー。オーナー、オーナー、オーナー。オーナーはフラーなんですか？もう徳さんもあの知ってる、あの、っていうか F、 あの人です。F が最初に、タッチパネル最初に入れた。へぇー。いや、その時中田あっちまたオープンして2年ならないんですよ。僕、聞いてもないのに言いよったから。私が沖縄で最初にタッチパネル入れたのよ。あー、それでかー、聞いてもないのに、あの、指にいっぱい指輪つけてました。もう、もう言わんけばいいのに、もう。まあいいですけど。ちなみにあれ、半蔵がくら寿司のある今呼んでもらう豊崎とライカム、チャタン、名護、チャタンにもあるんだ。チャタンライク、チャタンの豊崎あるんだ。豊崎はアウトレットのところの中にある、うん、あの向かい側のあのなんかななんかその商業施設のの、まあ、すぐその近くに中じゃなくてちょっともうくら寿司はもう大阪でヘビーユーザーだったから。ああそうなんだ。ヘビーだったの。なんでハマったの。よく言うんだから。あでも値段はね、浜もスシローも安いよね。大体どんなやっても、うん、僕と嫁と子供何人でいくらぐらいって分かる。ああ、うん、そうね。本当に結構食べたのに行かないよね。3500円、4000円切る、あのオーバーってできない、なかなか。あの最初はボンって行くけど、後で食いすぎたって思うから、うん、行けば行くほどセーブして食うわけよ。上手になってくるよね、お酒上手になってくる。あの注文しすぎるんだから、最初アホみたいに、アホみたいに頼まなくなる、うん、昔はタッチパネルじゃなくて、うん、席からピンポン押してマイクだったんですよ。へえ、はい注文どうぞみたいな。素晴らしいね、素晴らしいね。そうなんだ。じゃあ一回 CM、 ラスト CM です。へー、ちょっと喉渇いてるので飲み物買ってきます。徳さん、これからこれの話まだしてない。持ってきたけどちょっとしようよ。まだ俺も知りたいし。ほらもう引き寄せのマーケットだ。だから説明しないからさ。なるほど、あえてずっと説明しないっていう。俺あのオリジンでネタでバスケットボール持ってネタやって使わないっていうのをやったらさ、デイジ滑ってよ。安心滑るかっていうぐらい滑ってよ。注目しすぎたんだね。そう、あの後も後輩たちがずっとこれ言われるの、いまだに。伝説のネタ、うん、あのネタ思いっきりやってくださいってやるかよ。ほらや、あれやったら分かるぞ、どんだけ滑ったからや。バスケットボール持って漫談するわけさ。で最後までこれ触れないわけで、途中何も OK わけよ。でこれも最後も選んでありがとうございましたっつって死にダダ滑りしてから。でもそこまで残るって、そうダダ滑りした後、その後もう芸人たちの中で伝説になって、もう7年なのに未だに言ってくるのに。もうあのネタまたお願いしますよって、もうバカにしてくる。要はもうそれぐらいお客さんには受けなかったけど、芸人仲間には死に爆笑だったわけさ。オリジンで何やってるの。オリジンはもう基本的にお笑いの団体。いやじゃなくて普天間さんは俺そこの所属してるの。元お笑い出身で今は講師部門っていうのが今あって、トレーナー部門があるわけ。企業研修とかセミナーしに行く、そっちの一部で所属してる。ああじゃあ普天間さん自営業じゃないんだ。と要は自営業をやりながらここで、まあ、一緒に、やってる。あそこにも所属して、そう所属してそっちはするし、うん、基本自営業よ。徳地さんうんこでしょって。リスナーに見る。うんこだとしたら早すぎるよ。うんこに行ってなんか白いの出してきてる。だからよ。白いの飲んでるし。これあえてでしょ。あえてでしょ。ヘルペスの女の人にフェラチオされたらどうなるんですかね。知らないです。どうでもいいか。いやいや痛いはずよ。痛いよね。
もう口内炎があるときにあんなの口に入れたくないでしょ。あの僕の今度あのもうあの最終的な完全なるこのマニュアルっぽい軸っていうのはまだ JMM で発表してないんですよ。一番最初に塩で鼻うがいっていうのがこれから始める。デイジー面白い鼻、うん、いやあれでも上等らしいですよ徳井さん。あの塩で鼻うがいできない人は仕事しちゃダメ。すいませんその心はやったら分かるんですけど、うん、回転スピードが全然違う頭の、うん、全然違う。あれでも涙が出るんですよね。全然出ない、塩水は出ない。あそうなんだ。出ない。みんなの思い込みだから塩水全然痛くない。やってみよう。真水でやるのと真水でやるから痛いんですよ。あそうなんだ。海水鼻うがい全然痛くないですよ。でもちゃんとやり方があるよね。あるあるけど普通にやったーってなさ温度は人肌あちょっと温めるんだ。温めた海水は全然痛くない、うん、もう気持ちいい、まあま余計ね、これを入れて鼻から入れて喉からハーって鼻うがいするさ何回かしたらあのちょっとむくんでる体が落ち着いてくるでしょ。でなんでこれができるかって言ったら 僕はあの耳と鼻ってつながってるじゃないですか、うん、耳と鼻ってつながってるんですよ。でダイビングしたことある方は分かるんですけど耳抜きってするじゃないですか。僕耳と鼻の通路が完全に耳鼻水とか膨張がないから、うんうん、顎だけで耳抜きで素潜りも鼻つかまないで顎つかまないで耳抜きできるんだ。耳と鼻の通りがいいんですよ、うん、まあこれはもうでも職業病というかならではだよね。作ったんですよ。あ自分で、はい、開発した鼻うがいで作った耳なんで、作らないまま左耳潰したんで僕左耳聞こえないって言ったじゃないですか。聞こえづらいって言ってましたね。聞こえづらいから声がでかいだけで実際はあの声がでかいのじゃなくて耳が聞こえないからなんですよ。からその声で喋ってしまう。声がでかい、そう、自信持ってよく喋りますねって、いや耳聞こえないんですよ。鼻からわからないじゃないですか。わからんね、だって左側も聞こえないってね、うん、だからそれが僕の中の普通の高さ大きさの声がたまたま講師には適してるという。なるほどね、はっきり。だからデメリットがメリットに、なんかあもう終わりか。あこの水いいですよ。もうデイジー気になる、もう何もなんで水の説明しないで終わるよや。はい、今ここおかなびらでした。また来週。